everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。午後10時になりました。 FM79.7MHz F 分岐の湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナゴヤお送りいたします。番組名キウナゴヤは、FM 宜野湾がある宜野湾市キウナと名古屋を組み合わせた造語で、名古屋の情報を沖縄県宜野湾市から発信し、双方の魅力をお届けする30分番組です。 MC はラジオが好きで投稿生活に浸っている私、みそにこみすきーと、講師ともに各方面からトークが滑っていると指摘されている滑り王子マスクマン、そして深夜ラジオにはまり、ラジオは生活の一部にしている名古屋のダンサーズでお送りいたします。今週のテーマはインターネット。どう、いい発音なんでこんなエコーガンガンなんですかね、初っ端から。はい、そしてメールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya までお送りください。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイトリスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州沖縄を選択し、FM ギノワンを選択してください。今日は、なんとスタジオにゲストがいます。ゲストコーナーは、なんと、こちらのダンサーズスタジオにお越しいただいております。鶴ヶ島のカーズ兄さんになります。22時12分頃から、となります。この番組は、高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、こちらの提供でお送りいたします。ですね、メール紹介なんですけども、先週ね読めなかったねメールをね、一部紹介したいと思います。こんばんは。ホークス3連勝ですっきりしたのでバタバタメールしました。あら、そういえばそうですね、ホークス優勝しました、ね、日本一ですね。ハロー福家と今日も打ったぜ、あっちも。わかる人にはわかるよね。わかんないんだけど。え、わからないですか？わかんなかった。まあ、後でまたね、ご紹介します。はい。じゃあメール紹介しますね。子供たちが通っている小学校は、全校生徒260人近くがいて、近くには新幹線も走っています。登下校の時は、東海道新幹線を眺めながら、登下校しています。あら、これ結構、振動とかちょっとうるさいような感じがしますけども、大丈夫なんでしょうかね。あ、ごめんなさいね。先週のテーマ、学校でね、お送りしましたんで、トニモン団長、ありがとうございます。はい。じゃあ、そう、先週いただいておりました。進撃のめいちゃんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。
ダンさんとみそにさんと2週間ぶりの便座王子こんばんは。便座王子便座王子になってるよ。え琉球ガラス村は本当に綺麗な場所、めいちゃんでございます。国賓で呼ばれるというよりも便座の方に呼ばれてませんか、マスクマン。ではではテーマ学校、一部場所では学校の蛇口をひねるとジュースが出る学校もあるって聞いたんですが、どこなんですかね。あと学校関連で言うと先生のカレー事件、本当にあれは呆れて何も言えませんでした。ではでは楽しく聞かせていただきますね。ということで先週いただいておりました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、たまにね、あのお忍びでね、トイレ掃除行くからね、その時にちょっと見られたかもしれないな。便座友達になってるところ。まあそうだね、同化するってこともあるからね。はい。ということでじゃあ今週のテーマのインターネット行きましょうか。そうですね、じゃあ王子から。はい、ハイタイ名古屋チームの皆さんこんばんは。ホークス優勝おめでとう。あらまた2本目打ったぜ、あつおーね、ファンの方ならわかるよね。アレックスです。インターネットでホークスの情報を集めをよくしています。優勝を決めた瞬間は一人ホークス祭りしているようでした。ありがたいインターネットライフです。では中村明に言われたいセリフをお願いします。 お願いしますよ。ちょっと今日はあれですよね、野球選手ってことでワイルドですよね。じゃあいきますよ。アレックスのために優勝したんだ、ギータとキャッチボールするな、俺としろ、シーズン中ずっと会いたかったって言われたいです。ちょっとムードあるような感じでいいんじゃない？もうちょっとね。いや、あんまりね、感情を言えるとね、エロって言われると困りますからね。あ、そうなの？そりゃそうですよ。ちょっとね、そこまで行くとね、アレックスさんにね、申し訳ないなと思って。はい、アレックスさん、今週のマスクマンいかがでしたか？はい、では次行きます。皆さんこんばんは、鶴ヶ島のカズミです。目の前にいらっしゃってますけどね。インターネットといえばインターネットカフェですね。貧乏旅行の時にはよく利用していました。ドリンクバーはもちろん、ソフトクリーム食べ放題だったり、食事も充実し、シャワー完備なんて当たり前。インターネットそっちのけでソフトクリーム食べまくってます、笑い。これインターネットテーマだけど結果ソフトクリームになってるけど、インターネットカフェって言いながらね、メイドカフェっていう場合もあるからね、いろいろカフェはありますよね。誰も何も言わないね。いや、なんかどうリアクションしていいのか分かんなかった。続いていきます。泉佐野の特急サザンです。インターネットはよく利用していて、旅行の手配やショッピング、わからないことを調べると言ったように、インターネットを利用していろんなことをしています。インターネットができないと本当に困りますね。そうですよね。本当に今はね、スマホからでもね、いろんな情報をね、仕入れることができますので、若い方ね、年いった方もね、知った方、老若男女と言いづらかったからね。本当に老若男女ね。ですね、だからね、口が回らないのよ。ね、もうそういうとこは突っ込まないで。はい、わかりました。ね、突っ込みどころ満載ですね。満載ですけど。今日もシラフですよ。はい。ツイキャスたくさんね、来ていただいています。おがちからもちさん、こんばんは。青森からツイキャス見ています。ありがとうございます。北海道のじゅんちゃんさん、こんばんは。ありがとうございます。とこなつこんさんも、こんばんはって。こんばんは。ミネラルミラクルさん、こんばんは。ダンサーズスタジオがハロウィンということで、ツイキャスご覧いただいている方は、ちょっとハロウィンバージョンになってるのわかるかなと思います。沖縄にワンチュールさん、名古屋の皆さん、ハッピーハロウィン。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 あれエコーないね。タイミングタイミング。はいはい。そして浦添のしんちゃんさん、はい。浦添のしんちゃん見てるよ。なんとゲストはカズニーということで、後で登場しますよ。はい、進撃のめいちゃんから、はい、今日の王子調子悪くないよね。いや、悪いのがどこが悪いのかよくわかりません。初心者さんね、初めてですかね、ツイキャスさんか。はーってなりますね。じゃあはーって書いてありますけど。いいリアクションですよね。、うん、それが正解かもしれない。
あ、そうそう、初心者さん。知ってる人も多いでしょうが、インターネットは核攻撃に備えて複数に回線をつなげたのが始まりですね、ということです。おー、そうなんですか。そうなんですね。ちょっと自分も知らなかったっていう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、はい、もう一つ読んでいいでしょうか。はい。こんばんは、名古屋から島縄です。インターネット、私には無縁のものだと思っていましたが、相方のパソコンがあれば、相方がいれば大丈夫って頼り切ってます。しかし、最近はスマホで知りたいことがわかる時代、少しだけ現代にお世話になっていますよ。ほんと、うろ覚えのお料理のレシピなどですけどね。仕事辞めたらパソコンを勉強したいな。それでは、最後まで頑張ってくださいね、ということで、いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、はい、島名さんは来週末周年祭があるんですよね、はい、そうですね、そちらの方にも ねお邪魔しようと思ってますけどね、はい、ということで、はい、うん、はい、あ、そうですね、もうお時間ですね。お時間です。はい、ということでですね、一旦 CM 行きましょうか。はい、CM ですね、はい、一旦 CM です。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。アルゼンチンから来日して16年、ふるさとのことを思い出しながら日本で楽しいことや苦しいことを経験する中、素敵な曲と出会いました。大城バネサが歌いたかった10曲をこのアルバムに。大城バネサ初のカバーアルバム The Covers 好評発売中。キユナゴヤ。ということでですね、ゲストのね、方にね、入っていただきました。今日のゲストはですね、みそちゃん、ご紹介してください。はい、埼玉からいらっしゃってます。名古屋にようこそ。鶴ヶ島のカーズ兄さんです。どうも、こんばんは。鶴ヶ島カーズ兄です。よろしくお願いします。進撃のめいちゃんさんから早速ね、ツイキャスでコメントが。カーズ兄さんの着ている服のインパクトがすごい。ツイキャスでご覧の方はわかるかと思いますけど、はい、岩下の新生姜の、もうピンクの T シャツでいらっしゃってます。ピンク大好きなんでね。目立ちますね。めっちゃインパクトありますよ、これは。ねえ。でも今日ね、バイクでお越しいただいて。そうですね。何時間ぐらいかかりました？今日です。まあ雨も降ってたんで、家出て、7時間ぐらいですかね。まあゆっくり、ね。今日ね、ちょっと雨が降ってたのと気温がちょっと低かったですよね。そうですね。本当にもう寒かったですよね。はい。その時は。はい、で、今日は中央道経由で、そうなんですよ。中央道で走ってきて、途中でですね、事故で通行止めがありまして。そうなんですか。で、どうしようか、どのルートで行こうかと、もう、本当にもうヒヤヒヤしながらですね、走って、まあ途中で、
解除になったんで、ああ、よかったですね。うん、スムーズに、名古屋まで来ることができましたね。ああ、よかったです、はい。ようこそスタジオへ。ありがとうございます。実はね、スタジオにお越しいただいたのは初めてでございます。初のゲストです。初の、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらこそ、お招きいただいてありがとうございます。はい、今日買わずには、ね、平日ですけども、今日またなんか、まあ、目的っていうんですかね、があっての、こう、名古屋に、こう、来ていただいたということなんですかね。そうですね。普段仕事がですね、不定期なんですよ。うん、なので、本当に休みがあって、今日と明日、一応休みをいただいて、もうこれは来るしかないなと。ね、名古屋に。ね、サテライトスタジオが開設したということで、はい、まあ、もしかしてこのためにってことですか？そうですね。ありがたいですね。このために、はい、今日は、スタジオの方まで、ね、はい、遊びに来ちゃいました。ありがとうございます。でも、ちなみに明日の予定聞いてもいいですか？よろしいですか？明日はですね、美味しいコーヒーを飲みにですね、ちょっと岐阜の方へですね、はい、大城バネサさんがやっておりますカフェ、でですね、カフェテリアバネサさん、そうですね、はい、行って美味しいコーヒーを飲むっていうのが第2の目的であります。おお、いや、本当はでも目的の第1です。実はですね、大城バネサさんの R サプライさんはですね、こちらのスポンサーになっていただいておりましてね、そうですね、そちらのね、R サプライさんのね、経営するカフェで、そう、モーニングをね食べるのが、そう、年に何回ぐらいですか、年に2回か3回ぐらいですね。たまにこう、美味しいコーヒー飲みたいなと思うと、休みが合えば、来ちゃいますね。本当でもね、コーヒー美味しいですよね。美味しいですね。こだわってますよね、豆こだわってます、本当に。本当に、美味しいですよ。そんな中ですね、カーズ兄さんがバイクで今日お越しなんですけども、サウロー兄さん。50円で譲ってくださいと。バイクですね。書いてありますけども。毎回ですね、10円だったりしますよね、サウロー兄さん。はい。カーズ兄さんの赤いバイク50円で譲ってくれませんかって。ミネラルミラクルさんがバイクで名古屋まですごいって。そうですね。でも、結構名古屋、今回4回目なんですよ。足運ぶの、今年。はい、結構頻繁に名古屋の方は足運んでますね。バイクで2回、まあ新幹線で2回ぐらい、まあ途中下車になったりもするんですけども、結構多いったら多いですね。名古屋来る。行きやすいんですか、名古屋。最初の頃はですね、わあ、すごい長えなとかって思ったんですけど、やっぱ慣れちゃうと、なんかそれがもうだんだん苦になってない感じになって、もう全然ツーリングでも全然行ける範囲内。あら、すごいですね。行ける範囲内っていうふうにはもうなっちゃいましたね。一度、バネサさんの名古屋のコンサートでね、バイクで来て、本当に話題になりましたよね。そうですね。もうね、バネサさんの事務所の副社長さんが、なんか、単車で来てる人がいるって言って、で、しかも埼玉だって言って、その、バネサさんのファンの中でね、すごい、話題になって。そうですね、もう。だからもう、来るときは、必ずバイクと一緒じゃないと、多分わかんないじゃないかなっていう、ぐらいの感じだと思いますよ。もう、カーズ兄さんといえばバイクみたいな感じですね。そう、そういう感じですね。はい。カーズに一つね、質問があるんですけど、はい、やっぱその長距離ね、バイク運ですっていう時は、やっぱりこう、どっかこう疲れるじゃないですか、腕とかですね、背中とか、腰とか、やっぱそういうの、ちょっとこう、疲労が溜まるとか、そういうとこはあるんですかね。そうですね、やっぱ走ってると、お尻がね、やっぱ辛くなってくるんですよね。たまにこう走ってて、カタンカタンってなると、えちえちとかって、お尻が痛くなったりしますし、まあ、寒い時になると、やっぱ腰だとか、あと腕だとかっていうのがやっぱ疲れは来るんですけどね。でもそれを踏まえてすごく楽しくやってますね。はい、わかりました。ありがとうございます。今日のスペシャルゲスト、鶴ヶ島のカズ兄さんでした。はい、名古屋までありがとうございました。ありがとうございます。
また続いてですね、メールをね、ご紹介したいと思います。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。リスナーのハートを逮捕するぞ。銭形警部です。ルッパーン。あれ？いや、ちょ、そこまで書いてないでしょ。うん。え、あ、今ね、エコー入るかなと思ったんだけどさ。入れますか？はい、じゃあ入れます。はい。銭形警部です。ルッパーン。書いてないよね、そこまで。書いてないね。書いてないよ。書いてないこと言って、余分なこと言ってよ。余分なこと言ってた。今週のテーマ、インターネットといえば、リスナーになってから投稿したラジオ番組を聞き損ねたときは、毎週日曜日にネットカフェに、ラジコで拝聴していることが日課になっています。あとは時間があるときは、好きなアーティストの映像やウザークイズの映像を見るのも好きですね。ほんと、インターネットのおかげで、ラジコ拝聴や YouTube で過去の映像を見ることができるので、便利な時代になりましたね。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、採用よろしく、お願いいたします。また、メールして参加いたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは次いきますね。はい。はいさーい、キユ名古屋の皆さん、第5回目の放送ですね。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、滑り王子ことマスクマンは、チャービラサイ、お邪魔しますってことです。沖縄から、浦添のしんちゃんデビル。ありがとうございます。今週のテーマ、インターネット。私がインターネットを始めたのは、ガラ携帯からスマホに変えてから始めたんだけど、最初はデイジ難しかったですね。やるに従ってだんだん慣れてきて、SNS で Facebook を始めた。おかげで、ラジオつながりリスナーさんたちと友達になったことが嬉しいですね。これからもみんなゆたしくさね。青森飲みながら聞いてるよ。またね。ステッカー希望って毎週書いてる。いや、でもね、ステッカーちょっと真剣に今考えてますよね。考えてますけど ね。案をね、はい。はい。ということで、ちょっと気長にお待ちください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてですね、ラジオネーム、進撃のめいちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンさんとみそさん。え？便座王子いる？あれ？便座王子？もしかしたら、私のことかな。そしてゲストのカーズ兄さん、こんばんは。明日の発表が楽しみですね。日程が合えば、お会いできることを楽しみにしております。めいちゃんでございます。ではでは、インターネット。あ、そうそう、明日の発表って、カーズ兄何ですか？ラジオ番組。ああ。そうそうそう、RBC の、うん、ラジオ祭りの日程が発表されると。そうなんですか、うん。明日なんですよね、発表がね。はい。何日になるのか。はい。うん、ねえ。あ、ごめんね、マスクマン。はい。はい。インターネット、携帯や学校のパソコンで聞き始めたときは、高校生の頃でした。調べ物など趣味多かったです。YouTube は高校卒業後、高校では高校側があまりにも多くの生徒が見すぎるため制限されました。今ではスマホで何でも見れる時代です。サンプル動画や、サンプル動画？ YouTube も見られます。本当に普及しましたが、何か怖さもありますね。ではでは楽しく聞かせていただきますね。あのね、王子ね、このサンプル動画にね、引っかかっちゃいましたね。もしかして王子と一緒かな？なんで？何も見るって。はい、次行っていいですか？どうぞ。はい。はい、ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、そして滑り王子さん、こんばんは。読谷村からフルムイカリーでございます。ありがとうございます。今夜のテーマ、インターネット。私、初めてインターネット体験は、
私の初めてのインターネット体験は、生まれて初めて購入したノート型パソコン、シャープのメビウスに搭載されている Windows95 を使ってですね、1997年でした。我が家の台所で電話線つないでドキドキしながらエクスプローラーのアイコンをクリックした記憶がありますね。ただ、何を初めて検索したかは覚えてないですね。いきなりエロサイトには行かなかったかと思います。笑い。違うね。なんかみんな結局こっちの方に持ってきたがるんだよね。大好きな音楽か映画のサイトをきっと検索していたと思います。それにしても現在は水道の蛇口をひねると水が当然出てくるようにインターネットも当たり前の存在となりましたよね。なくてはならない存在ですよね。では番組最後まで頑張ってくださいね。ということで。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、今もうインターネットって本当に当たり前ですもんね。うん、だからね、やっぱり、うん、子供さんが見るときなんかね、やっぱりいろいろ制限があるとね、うん、いいんじゃないかなと思うようなことは多々あるんですけど、でも、まあ、調べることはね、便利になってますのでね、まあ、王子はね、もう調べることはね、たくさんあります。よお引き取りください。もうそれを言わないで。旬埼玉 NK さんからカーズ兄さんのバイクテラテラのペッカペカよね赤くてってテラテラのペッカペカどんな感じなんだろうピカピカってことかな洗車してます、ね、あの沖縄ニュアンチュールさんからあのラジオ祭りですね普段は12月だけど昨年は9月でしたねっていうことでしたうんそうでしたねでも9月過ぎてますからねはい12月いつなんでしょうかなんでしょうか普段は12月ってなってる12月なんでしょうかねいやもう12月しか考えられないでしょうあそんなことないか11月っていう線もあるのかどうなんですかねねえ、楽しみです明日ですね発表ははいあの、はい、くもじの曲の方ですねそうですねはいはい、それではですね来週のテーマを発表しますはい来週のテーマは果物とりあえずかぶせてフルーツなんか片野さんみたいですねえあのね片野さん RBC のフルーツ大好きなんですよね、はい、あそうですねはい、来週のテーマは果物、フルーツでお願いしたいです。はい、この番組はザ・カバーズ絶賛発売中。ちょっと待って、もう終わりなんですね。だって、はい、あ、はい、いや、いいです、はい、どうぞどうぞ。ちゃんとお見せないと。テイクでお願いします。はい、テイクでお願いします。絶賛発売中、大城バネさんの R サプライ、フォークリフト、整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル8、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓。高級木材のご用命は、名古屋、中川名木の提供でお送りいたしました。はい、あっという間でしたね。カズニシさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。またスタジオにぜひぜひお越しください。ね、今度来るときはね、ちゃんと連絡してね、今日はね、素顔マンなんだから。もうそれではですね。何ですかこのまま。死になった死になった。いや、はい。じゃあ、ね、はい。あと15秒。時間がね、もう最後になってきましたので。また来週もね、聞いてくださいね、皆さんね。今日のスペシャルゲストは、鶴ヶ島のカーズ兄さんでした。ありがとうございました。ではまた来週、テーマは果物でーす。